それでは線形代数1の第7回の授業を始めます。まず前回第6回のまとめです。前回は主に連立一次方程式を解くということで、その拡大係数行列というのを作って、で前々回の授業で紹介しました行変形というのを行って、その拡大係数行列の簡約階段行列を求めることで連立一次方程式を解くという方法を説明しました。でそれからと正時一次連立方程式とその基本解について紹介しました。で最後にその数ベクトル空間の規定の個数の一位性ということで、その規定が一位に決まるという話をしました。で今回の内容です。で今回の前半ではまず行列の回数ランクについて、紹介していきます。で、このランクというのを使ってその連立次方程式などのもしくはその与えられた問題の性質がいろいろ分かってくるということについて紹介したいと思います。で後半ではその次に学びます行列式についてですね、行列式の紹介をしていきたいと思います。はい、それでは教科書ですと 2.4 節の行列の回数というところから始まりますけれども、回数って後から定義で言いますようにランクというふうに呼ばれますので、しばしばランクと呼びます。教科書では50ページからご覧ください。でまずここまではですね、その連立一次方程式を解くことを主な目的としまして、その行列のこう行の変形というのをいろいろやってきたんですけれども、今回は行に加えて列の変形というのを考えます。で、なんで考えるかっていうことはちょっとこれから説明しまして、それがランクっていう概念につながっていくんですが、とりあえずまずその列をいろいろ変形するということを考えましょう。でそこでまずその教科書の50ページにありますように、その3つの変換をですね、そのという表されるこの A の行列 A の列基本変形っていうのを扱います。で、3つありますけど、ちょっと一応1つずつ読み上げていきますと、まず1番目は A の第i 列、あ、ごめんなさい、まず A ですね。 A っていうのは M 行 N 列とします、の行列とします。それから C はスカラーとします。それから i と j っていうのは1から1以上 m 以下の数として i と j が次の説明では等しくないものとします。で、この時にその a の列基本変形っていうのを考えるんですけど、まず1番目は a の第 ji 列を c 倍する。0って場合もあります。とりあえず0でない定数倍するんですね。それから2番目は a の第 i 列と第 j 列を入れ替える。で3番目は A の第 i 列に A の第 j 列の c 倍を加えると。この3つの変形をですね、それぞれ列基本変形と呼ぶことにします。そして、その列基本変形を繰り返し施す操作を列変形ということにします。実は教科書ではこの列変形ということは明確に定義はされていないんですけれども、行変形という言葉は定義されておりましたし、それに対応する概念と思って使っていきたいと思います。でじゃあどういうですね、ことを行列に施すとこの列基本変形ができるかっていうことなんですが、これは行基本変形と同じような行列をその A にかけることで列基本変形ができるっていうのは基本的な知識です。で注意点としては行基本変形その行基本変形、列基本変形をしたいときに、その行列、元の行列 A の左と右とどっちからかけるかということなんですね。で、行基本変形っていうのは、A の左側から行列をかけてました。これに対して、列基本変形は、この A の右側から行列をかけるということで、変形をするということに注意してください。そして、もう一つのポイントはですね、その列基本変形に使う行列っていうのが、その行基本変形に使う行列と同じような形の行列なんですね。例えばこの EIC っていう行列ですね、ちょっと、今ここにすぐには出せないんですけれども、これは行基本変形では第 i 行を c 倍する行列ということで、その単位行列の中で第 i 成分だけ c っていう値になっていた行列だったんですけれども、これ同じ行列を左からかければ行の c 倍、第 i 行の c 倍になるに対して、右側からかけると第 i 列の c 倍になると、そういう似たような
行列使って変形、同じ行列使って2点の変形できるということに注意してください。で、同じように、括弧2番は、この PIJ っていうのは、もともと行変形の時には、左側からかけていて、A の第1行と第i 行と第j 行を交換していたんですけれども、これを右からかけると、これ A の第i 列と第 j 列を交換するという行列になります。それから、この EIJC っていうのは、これ行変形の時には左から かけることで、その A の第 i 行に第 j 行の c 倍を加えるということをやってたんですけど、右からかけると、これが全部行だったのが列に変わるんですね。ですので、その同じ行列を左からかけるか、右からかけるかで、その行に対する作用か、あるいは列に対する作用かっていうのは変わってくるということで、まあ、それを除けばこう同じような行列をかけて、行基本変形や列基本変形ができるという点をまず押さえておいてください。で、今後はですね、その行列 A に対する列変形っていうのを、その今、ここに出しましたこの基本行列を繰り返して A に右からかけるということで表していきます。はい。で、次の定理ですね。教科書ですと51ページの定理 2.7 というのが、まあ、今日の一番大事な定理の一つなんですけれども、行列の階数標準形の存在に関する定理です。一応ちょっと読み上げます。A を M 行 N 列の行列とします。この時に、ある、A に対して、ある、M 次生息行列 B と、それから N 次生息行列 C というのが存在して、A の左側から B をかけて右側から C をかけると、まあ、こういう行列にできるんですね。で、この ER っていうのは R 字の単位行列。だからまあ1が R 個ダダダダッとこう斜めになるような行列ですね。こういう形にすることができると。で、大事なことは、そのどんな行列を取ってきても、こういう形にできるっていうことを言ってるんですね。で、こういう形にするための B とか C っていう正則な行列が存在すると。いうのが一つのポイントであります。一応これは証明がありますので、証明をのポイントをですね、こう確認しておきますけれども、まずこの証明を行うための前提というかスタート地点はですね、この前回の授業で説明しましたこの A に対して、まあ、ある B という M 次生息行列が存在して B を A の左からかけると、それが BA が簡約階段行列になるっていう定理がありました。ここが出発点ですね。で、まあ、A に B をかけると、まあ、こういう形にできますよと。で、こんなふうに階段になっていて、で、階段の段の角のところは全部1で、それから段があるところのこの1より上の行の成分は全部0ですよと。これが簡約階段行列という形でした。で、これに次に何をするかっていうと、まあ、こんなふうにですね、この階段の段の部分、これを適当に、まあ、列の交換をして、こう段の部分だけこう集めてくるんですね。例えば、この K2 列と第2列を交換したりして、この1が続くようにしていきます。で、これを繰り返すと、こんなふうにですね、まず1が対角線上でだっと R 個並んで、で、このブロックのは単位行列と。でそれから、この上のポチポチのところは、なんか、まあ、ゼロでない成分が入っていると。でそれから、R プラス1行から下は全部ゼロと。まあ、こういう形にまず変形することができます。で注意点は、まず、こういった変形がですね、この、列の入れ替えが、こういう C1 というある列変形の行列をこうかけることで可能だということに注意しておいてください。で、まずこういう形が得られました。で、そうすると次はどうするかっていうと、ここのポチポチの成分を全部ゼロにして消したいわけですね。で、それはどうやるかっていうと、例えば、この R プラス1列と1行のこれ成分をゼロにしたいと思ったら、これ第1列を、このポチのマイナスポチ倍して、ここに加えればいいわけですね。第1列をこの列に加えてしまえばいいと。そうすると、第1行のこの辺の要素はですね、これ全部第1列の定数倍をこうかけていくことで全部0にすることができます。それが終わったら、今度第2行の非0の成分は、この第2列にを定数倍して、こちらの列にかけていくことで全部0にすることができます。で、同じような経験をずっと繰り返して最後までいけば、
最終的にこういう形になるわけですね。この左側はこの1が並んでいて、その右側も全部0にすることができるということで、最終的にこういう標準形に持っていくことができるというわけです。一応ここのスライドのこの文章はですね、今説明したこの辺の消去の話を文章で書いていましたので、まあ、一応ちょっと後で読んで確認しておいてください。というわけで、まあこのですね、実はこの線形も全部正則行列で書くことができます。列線形ですので、正則行列で書くことができると。でこれを最終的に、この A の右の行列も C というふうにまとめると、まあ、左側から B という正則行列を書けて、右側から C という正則行列を書けて、まあ、こういう形にできましたと。まあ、こういうことで定理の証明が完了するというわけです。ここまでよろしいでしょうか。